トラン・アン・フランスは、フランス、イルド・フランス地域圏、セーヌ・サンドニ県のコミューン。1989年8月20日、トランブレ・レゴネスより変更した。トランブレは、県最大の面積を持つコミューンである。マルヌ川、セーヌ川、オワーズ川の谷に刻まれたプレーヌ・ド・フランスに属する。かつてのトランブレ・レゴネスは、3つの地域に分かれていた。 ロアシートトランブレにまたがるシャルルド・ゴール国際空港、そして市街地から空港によって切り離された北部の古い村クビューペー、そしてグランアンサンブルと呼ばれるほとんどが貸し事務所で占められるビル群である。トランブレは1960年代から1970年代の都市開発から救われた70エーカーの森林でも有名である。 1900年代の製陶工場ビューペの古い農家、トランブレとは、ラテン語のトレムレトゥムから派生した地名である。フランスとは、パリ北東部を占める、農村地帯、ペイドフランスから取られた。農民が畑を掘り起こした際や、ウルクーンが掘削の時、旧石器時代、新石器時代に作られた石器が発見されている。 村は、ソース川水源周囲にあった。834年、ルイ一世が、当時絶大な権力を持つサンドニ修道院へ、トランブレを寄進した。院長シュジェールはこの地に城を築き、濃度を解放した。862年にサンドニ修道院は地名を、トリムリダムと記した。中世以降、村は、プティートランブレとグラントランブレに2分された。 当時の住民は、目覚ましい穀物生産と、羊毛の売買で制御を立てていた。1566年、シャルル九世は、トランブレに二つの市場を行う権利を承認した。アンシャンレジーム時代には、トランアンフランス、または、トランサンドニと呼ばれていた。主要道から外れていたトランブレは、フランス革命まで、歴史上の事件ほとんどを経験することがなかった。 最初の重要な発展は、ナポレオニッセイが、ウルク運ンガ建設を決定したことだった。ウンガによって、農民はパリまで農産物を売りに行くことが可能になった。不仏戦争では、農民がパリへ逃れ、作物が荒らされた。革命以降単にトランブレと呼ばれていたが、1887年に、レゴネスが付け加えられた。1920年以降、 コミューン南部のかつての荒地にパリソワ村間の鉄道が通り、鉄道沿いに住宅建設が始まった。1974年にはコミューンの北端へシャルルド・ゴール空港が拡張された。ありがとうございます。